こんにちは。はい、こんにちは。ジョイサーフチャンネルの小森です。はい、カメラマンの口村大魔神です。おはようございます。トリップが終わりまして、トリップ後初のサーフィンとなります。最近ね、ちょっと早い波が多かったよね。小森さんとしては難しいコンディションのサーフィンが続きましたが、今日は小森さんの大好きなポイント大当たりです。よいしょ。多分ね今のとこ見た感じ大当たり140点くらいあるんじゃん140点くらいあると思う。で、小森さんね、松山プロにも、小森さんとりあえずテクテク行けと、いつもね言われておりますんで、久しぶりに、テクテク練習できそうなコンディションとなってますので、そして風がね、今無風なんですけども、 3,4 時間したら吹いてきちゃう、強く吹いてきちゃう予報になってますんで、集中していきましょう。はい、ということで小森さん久しぶりに、高コンディションでテクテクチャレンジ高コンディションではあるんじゃない、今のところね、まだ分かんないから入ってみないとね。私は高コンディションだと思いますので、ぜひとも最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それじゃあ行ってまいります。よろしくお願いします。さあ、小森さん乗れるんでしょうか。1本目、はい、しっかりとテイクオフ。1、テクテクいけ。あー、いけない、いけません。ただしっかりと優しいコンディション、小森さんの大好きなポイント、久しぶりに大当たり、ウキウキウォッチングです。さあ、最後インサイドまで乗っております。おはようございます。いやー、小森さんいいっすね、非常に。はい、ということでおはようございます。サーフィン界のクレヨンしんちゃん、どうも唇大魔神です。ブリブリダイモン、いや唇ダイモンと、小学生の時は呼ばれておりました。はい、ということで、小森さん1本目から、サクッと乗っていきましたけども、今日はねいいですよ、非常にコンディションマジで。もう小森さんの中で確信に変わったんじゃない、入る前はちょっとまだ分かんないとか言ってましたけど、170点あります。はいマジで170点。まああといい位置からやっぱテイクオフしてね、横にグイッと行った瞬間にもう行っていきたいよね、テクテクを。やっぱね、最近ねテクテクチャンスがなかったから、今日はねテクちゃん祭りですよ。小森さんの周り誰も人いないですからね。はい、期待して今日は動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。おー、ケイちゃんめっちゃ長く乗ってる、取り遅れた、申し訳ない。いいじゃない、でもめちゃめちゃいい位置から帝国してたよ、ケイちゃん。おー、最後戻して、お上手じゃん、これは1本目から。いやー、帝国前取れなかったのマジで申し訳ない。いいよいいよ、非常にいいよ、ケイさんグッチョー。さあ、小森さんもケイちゃんも漕いでますけども、お、小森さんが乗れそうです。テイクオフ、バックサイド、テクいける、テクいける、いい位置走ってるよ。あー、しかも今板返すタイミングちょっと遅かった。やっぱああいうとこもね、最後までインサイドまで乗れるように考えてライディングできるといいね。ただやっぱバックサイドのテクテクはちょっとむずそうね。でもね、今非常に、波のいいところを走ってましたね。しっかりとレール入れてスピードがつく、なんて言うんでしょう、ちょっと説明できないんですけどいいところを走っておられました。それに関してはグーですね。はい、さあ時間もないわけですし集中していきましょうよ。はい、テイクオフ、ちょっと大ずるですね、テイクオフ。ただすごくいい位置、すごくいい位置よ。どうすんの、あー、しゃがんでいつテクテクすんの、いつテクテクすんの。そのくねくねーずは上手くなったのは分かったから、全身最後まで。いやー、せっかくの高コンディション、テクテクチャンス今3か所くらいあったんじゃないですか。やっぱりね、まあまだ海に入って10分ぐらいしか経ってないんで、ウォーミングアップということかな。ただ小前さんにも今日テクテクしようっていう話をねしたし、まあ気合も入ってますから大丈夫じゃないですか。お、ケイちゃんもいけるんじゃないですか。あ、いけませんでした。はい、さあケイちゃんいけるかな。オッケー、帝国高い位置だ。あー、降りちゃった。
さあどうする、そこは耐える。おお、いいぞ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 。おお、めっちゃスピード出てる。おお、ロングライド耐えてバックサイド行こう。おお、いいね、ナイス。ケイちゃんも良かったんじゃないですか今の。グッド、オーイエー。ケイちゃんもたくさん乗れるようになっていい感じですね。ただやっぱテイクオフしてもうちょっと、なんて言うんだろう、贅沢を言えばもうちょっと早く横に行きたいね。あのボトムの方に、一直線に降りていく感じがあるから、なるべくすぐ横に行って高いとこ走れるといいっすね。はい、でもケイちゃん非常にスピードもあってグッドでしたね。サンキュー。さあそして後ろからコマリ選手、さあいけるんでしょうか。さあピントがボケております。さあボケております。はい、残念。しかし波が、海綺麗ですね今日、非常にお綺麗、お綺麗ランドです。最近、唇大魔神、非常にね体調が悪い日が、とても多くてですね、なんて言うんでしょう、なんかねいろいろ調べたんですけど、どうやらね自律神経が乱れてるっぽいですね。うん、なんか残暑が、厳しく、そういうのでね、なんていうの、体の体調管理とかそういうのがね、昨日めっちゃ寒かったんですけど今日半袖で今海いるし、そういうようなね、なんかこう体のなんかこうセンサー的なやつが、ブレてるとのことで、最近夜微熱がね、微熱が出るんですよ、微熱が。でなんかすごい眠い日が多かったりさ、でね、そういうのちょっとね変えようと思って、朝ねしっかりと起きて朝ごはんもしっかり食べて、なんと唇大魔神ジムにね最近入会するというね。乗れませんでした、ジムに入会をしまして、ちょっと頑張ってね、筋トレしていこうかなと思ってるんですけども、ゲイちゃんがテイクオフ、おー耐えてます。ただすごくいいとかしてる、もうちょっとこっちじゃない、あ戻ってきた、バックサイド行く、1日1本バックサイド耐えて。やっぱねジムに行ってやっぱ体幹もね、鍛えられるでしょうし、唇大魔神これからね肉体改造モリモリ計画を実施してますんで、まあ、毎回言ってるねこれ、あのタバコやめるとかダイエットするとかいう人大体できないんで俺がそうだからね。ただ今回はマジっすよ、マジマジ、あの本気と書いてマジってやつ、ちっちゃいんじゃないこれは、うん、そんな感じで、唇大魔神も、体調が悪い中頑張ってるよって話でした。はい、テイクオフ動作などお悩みハウトゥー動画が盛りだくさん、オンラインサロン毎週配信中。さあ小森さん、そろそろテクちゃんできる波に乗ってほしい、しっかりスピードつけてテイクオフ。さあ行こう、ワン、いけない、いけ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 、うわー行こうとしてるけどいけない、ただいいスピード。さあ最後浜側には、うーんもったいないっすね、やっぱとりあえずテクまで行かないと壁ですからね、あそこはもうなんて言うんでしょう、転ぶのが怖くてあそこ行けないってなるともう一生行けないですからね、もうあそこはもう小前さんのガッツで突破していくしかない。今まあ壁ではないですけど、まあ楽しみと壁と、隣り合わせと言いますか、あの練習メニューとして、メニューというか練習していくこととしては、これから動画撮ってる私も小前さん自身も楽しみである分、ただね、小前さんの中でもちょっと怖いっていうところもあるのかな。だからそこは小森さんぜひとも突破して今日テクちゃんを掴んでほしいですね。ただなかなかね小森さんがこうやって安心して楽しくサーフィンができるコンディションっていうのは
ここ1ヶ月2ヶ月、なかったのかなと思いますんで、今日はチャンスなんですけどね。そしてまあ冒頭でも言いましたけども、時間が非常に、ケツは決まってないんですけども、コンディション的にね、南風がすごく強く吹いてしまう予報なので、なるべくね一本一本大事にやってほしいですね。はい、そんな感じです。お、もう行く、行かない。小前さん、ちっちゃい波を追っかけてます。さあ行こう、行け行け行け、おいっと、うわ戻した。あー、でも半歩行こうとしたまでは、テクちゃん今日一発目のテクちゃん、まあ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 いいんじゃないですか。多分もう少し早めに一歩行きたいっすよね。はい、そんな気がします。ちょっとやっぱ小まりさん、テクテクまでちょっとなんかこう大丈夫かな、今行っていいのかなみたいな感じが非常にありますんで、もう思い切ってテクテクまで行きましょう。はい、でもやっと一歩出て、なんか内心ホッとしてる自分がいます、撮ってる方はね。さあ小まりさん、これは刺さりそう。お、間に合う？ OK、 バックサイダーグイッと来て、お、いいっすねいいっすね。なんかこう新しいことに挑戦してるって感じがあっていいね、この手探りな感じ。悪くないよ、悪くない。やっぱね、最初も自分がどういう波に乗れるんだろうって探して、それが乗れた時よっしゃってなったし、今もまたなんかこうサーフィンに対するこう向き合い方というか、一回ゼロに戻った感じ、私は非常にありますんで、またね、小まりさん、コツコツこの波を乗れるようになったように、コツコツテイクオフした後テクちゃんいけるといいね。さあセットが来てるっぽいけど、小まりさんは手前のちっちゃいのを選んでおります。さあテイクオフ、お、バックサイ、おおおおおおお、ステイした、ステイした、おーおーおー、戻った、うおー、小まり選手ツーテクまで、今のは決めたんじゃないですか。はい、まあ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 、ここ最近の、テクテク練習の中では、ベストワンになりうる、そしてしかもバックサイドというね、出ましたね。いいんじゃないですか今の。まあできる人からしたらね、全然ダメなのかもしれないけど、小まりさんテクテクできなかったわけですから、だからあれですよ、あの赤ちゃんがハイハイしたらハイハイしたって言うし、ハイハイしてたのに立ったってなるじゃないですか。それと一緒っすよ、小まりさんテクテクできなかったのにテクテクしたって今なりましたね。しかもこう置いてかれそうになって、ちょっとね体重お前の方にかけたのか、ちょっとまあ出てきましたね、あの置いてかれずに、置いてかれちゃうかなと思ったけど、一瞬耐えましたね、一瞬あの状態のままなんかやってるし、あの状態のまま、インサイド浜側まで、乗ってこれたらいいっすね。はい、ただ今バックサイドテクテク決めましたね、ナイス。あとはフロントサイドも行ってほしいっすね。はい、でも小まりさん的にやっぱバックサイドが怖くないのかもしれないですね、不思議と。うん、そんな気がします。さあテクちゃん、テクちゃんあるか、ちょっとテイクオフが遅かったけど、おいち、うい、おい、糸が走ってる。さあここで行け、テク、あーテクは終了したようです。まあ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 、まあでも一回チャンスを探ろうとしましたね今のも。 OK、よいしょ。はい、ということで、1時間くらい、動画撮りましたけども、小まりさん、まあ、フロントサイドはテクテク未遂でしたけども、バックサイドはね、非常に2テクステイまでいけたんで、収穫があったんじゃないかなと思います。まあ、ただ動画はこれで終わってしまいますけどもね、今日コンディションがいいので、南風が強く吹く前まで、2人で一緒に頑張って練習していこうと思いますので、ぜひとも次の動画も楽しみにしていただけたらと思います。じゃあ今回はこの辺でお別れです。いやー小前さん、よかったね今日、いい練習できたよ、お疲れ様。